今年新年初、はい、明けましておめでとうございますおめでとうございます5ヶ月か投資してどうでしたか、はいはい、結果が株式投資実践編で、はい、昨年の投資結果とかね、はい、そういうのを聞きたいと思いますが一番不思議なのはえ今後、はい、になって投資を始めようと思ったから <laughs> 急に <laughs> 急に急に聞いてきたじゃん <laughs> そう、ね、お姉ちゃん 株ってさーって聞いてきたから、<laughs> え、どうしたってなって、そんな深い理由じゃないんですが、<laughs> ちょっと仲のいいね。うん、先輩が、うん、なんか急に退職するって聞いて、うん、なんか退職する理由が見当たらなくて、聞いたのよ。したら、いや、投資でもう食べていけるから、やめるのよっていう。<え> <laughs> ちょうどだそうってなって、うん、ファイヤーできるくらい、え、投資ってすごいんだと思って、びっくりした。そう。衝撃だったんだよね。うん、これ、やらないとまずいかもと思って、うん、<laughs> お姉ちゃんに聞いた。いいそ,うそうそうそう。わかりました。始めた理由はわかりましたが。はい。 じゃあ、5ヶ月間投資して、はい、どうでしたか、はいはい、結果が。はい、結果は。<laughs> そう、まず、はい、こんな感じで投資しましたってことで、うん、じゃあ、8月ぐらいから12月、うん、今、5ヶ月ぐらいやり始めて、600万円。もうん、やったね。<laughs> 出身者の割にう。で、とりあえず日本株の後輩等株の銘柄を中心に投資。 っていうことで、まあ、お姉ちゃんおすすめの高配当株、はい、銘柄とかを中心に投資をしました。うん、で結果からもう言っちゃうと、上、はい、渡益の額の合計が50万5986円。ああ<ー>、そ<す>う。うん。損出しした後ってことそう。損出しする前は一応七あと65万ぐらいあったのかなうんうん。たんだけど、含み損ができちゃって、うんうん そう。後輩等株に投資してたんだけど、うん、ちょっと調子に乗って、キャピタルゲイン。うん、目的の株も買っちゃってるのよね。<laughs> <あ>それのきなみ高値掴みしてて、はい、それが損なしの銘柄になってしまってるので、うんうん、そう。ちょっと反省する点はそこなんですが。そうです。<し>そうした方がね、節税できるよねっていう、この前動画でやったんだけど。そう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 なんですよね。うん、ちゃんと。 はい。一年目からできたということで。そうです。素晴らしいです。ありがとうございます。そして、配当金が43,154円いただきました。配当金は後から来るから嬉しいよね。嬉しい。これ本当に12月初めてもらった時、めちゃくちゃ嬉しかったです。はい。税金が111,512円引かれました。そんな姉妹が14万ぐらいあったので、まあ3万円ぐらい節税。あ、やっぱ。はい。できました。それも嬉しいよね。嬉しい嬉しい。 嬉しいですね。で、合計が43万7628円。あ、5ヶ月の儲け。はい、プラスで終われました。ありがとうございます。素晴らしい。はい。はい。そうですね。うん。何もしなかったらこれはなかったということで。そうなんだよね。ありがたいです。はい。っていう感じの5ヶ月の結果でした。はい。っていうと、1ヶ月あたり ?8 万7千ぐらい。 プラス。でした。ねえ。まさかそんな。生活費になるよね。なる。なるなるなるだからもう、でもこれは、再投資じゃないけど、まるまる次の株に。そうだよね。って別に使わないもんね。そうそうそう。だからそれを使ったりはしないで、これでまあ新しく株を買ったりとか、兄さんも始まるから、そうね、そういう資金にしようかなと思ってます。よかったです。ありがとうございます。はい。 で、2024年の投資方針を決めました。投資方針というほどでもないんですが、すまあ、こうしてこうっていう、うん、ちょっと2023年の反省も踏まえて、決めました。はいはい、まず、生活費にちょい足しってことで、日本高配当株へ投資して、配当金と株主優待をゲットということで、この他で聞いた。<laughs> <laughs> はい。お姉ちゃんの投資方針とほぼ一緒。<laughs> で、まあ、あの、ちょい足しっていうのは、まあ、株主優待のことですね。はい、ね。そうだ、ね、<laughs> はできれば再投資で増やしていきたいなというふうに。はいうん 思っています。で、えっと、うん、現在のポートフォリオを、えっと、おーおー作ってみたんですが、はい、今、年間で言うと、17万5781円の配当金がもらえるはずということで、うん、まあ、年利3.55%ということで、はいはい、あんまりね、この利回りが高くない理由が、うん。タルゲイン目的で買ってる、<う>配当利回りが高くないやつが、ちょっと何個か残ってしまってて、で、そこをちょっと、後配当の株の方に。あ、当たって。いきたい。たたいう,ね、うん、そうそう。 そう、入れ替えしたいな、えー、っていうことで。はいはいえー、ね、4%ぐらいは欲しいもんね。そうですね。一、うん、株の評価額としては494万4819円。で、えっと、これを目標年間配当金額を30円までにしたいなと思ってます。<ー>で、えー、2024年の投資方針の2番目は、えっと、自分年金づくりのために、新入ニーサ枠をフルに活用して、うん、オルカント S&P500 に積み立て投資をします。と、うん、いうことで、はい、これもお姉ちゃんと <laughs> <laughs> なので2024年はとにかく新兄さんの方に資金を投入して、うん、えっと年間360万だったっけうん、そうそう。 の方に投資したいので、もうそれ以外のはちょっとね、あの本当に配当期目的の、えっ、ー、と、配当株のやつだけやろうかなっていう風に思っています。うんはい、手堅く。手く、うんうん、やっぱね、働いてるとね、なんかこう差し値注文し,してやるけど、うんうん、ね、見れないし、うん、そう、やっぱね、ちょっと難しいなっていうのを感じた5ヶ月。 でしたはいはいまあね将来に向けに、ねうんうん、そう年金作りそう、はい、年金作りも頑張りつつ,つ,つ,つはい2024年も楽しく投資していきたいと思います、ね、っ,っていうのが一番では思ってどれだけ、うん、その市場に居続けられるかっていうのが大事ということでね、うん、まあでもとにかく投資やって良かったなと思った、うん、それ良かったはいそれでねなんかお姉ちゃんさんの中で言っても全然そうじゃん <laughs> そんなことは言わないけど。<laughs> まあいろいろ勉強して今年も今年も一年 <laughs> 頑張っていきましょう頑張ってやっていきますはい。おつぱみこの動画参考になったという方はチャンネル登録高評価をよろしくお願いしますコメント欄にもメッセージをいただけると大変嬉しいです